鶴岡工業高校2年矢口千尋です。今日は私の部活を紹介します。山形中高生ニュース。創立103年の伝統校、全員がアントレプレナーシップ教育に取り組み、進学と就職どちらの進路にも活かせる学びをしています。鶴高吹奏楽部は吹奏楽部としては少人数の11名で活動をしております。元合唱部の私を含め、中学校の頃に経験していた人は一人です。それでは元何部だったかを聞いていきましょう。元柔道部で東北チャンピオンでした。わあ、すごいですね。そして私たち3人は水泳部でした。さらにイエーイ。このように初心者だらけですが、今年度も日本管楽合奏コンテスト全国大会に出場することができました。大編成にも劣らない表現力と、小編成だとは感じさせない音圧が魅力です。家族のような温かいチームです。私も大好き。以上、鶴岡工業高校吹奏楽部でした。バイバーイ。